人間が魔法を信じなくなったから魔法の力が弱まってジュエル城は落っこちてきたんですわよね。だったらいくらルーアたちが頑張って修行しても人間は当てになりません。お？ジュエルランドの魔法の力が弱まりジュエル城が落ちてもう7年、あれから人間たちは何も変わっていない。でもルーアたちが街でいろんな魔法を使ったり騒ぎを起こしたりしたおかげでみんな少しずつですが魔法を信じる気持ちを取り戻していますわ。シルブプレ、お兄ちゃんだって今は魔法のことを少しは認めてくれてるみたいだし。それでもジュエル城が元に戻らないのはやはりペットたちの努力不足ということでしょう。このままジュエル城が戻らなければジュエルランドはやがて崩壊し消滅してしまう。あ、大切なのは一日も早く魔法の力をパワーアップしてジュエル城を元に戻すこと。そのもの、マジカルストーンを手にジュエルランドを救う。この予言が真実ならば。ルビー？ルー？ん？あれ？どうしたの？二人とも。あなた方を探していたら、この壁画を見つけてしまって。これって、何何？知ってるの？ジュエル城の地下に、ジュエルランドの未来を予言する伝説の壁画があるって聞いたことが。予言？そういえば、ここに描かれているの、ルビーとルーアじゃありませんこと？真ん中の女の子は、アイリー？それじゃあ、アイリーの胸にあるのは、やったー！全部クリア！ジュエルフラッシュをあんなに何度も？そういえば、前の時も、ジュエルフラッシュを使っても、ルビーは元に戻らなかった。ジュエルランドだと、マジカルストーンの力もパワーアップされるってこと？やはり、ジュエルランドを救う鍵はあの少女が握っている。いや、その